タルトコダムは、広島県山形郡北広島町東、八幡原地先、一級河川、大高和水系、柴木川の最上流部に建設されたダムである。中国電力株式会社が管理する発電専用ダムで、包み高42メートルの重力式、コンクリートダムである。大高和元川の縦岩ダム、滝山川の大クダムとともに、 大田川三ダムと総称されており、三ダムの中では最も新しいダムである。ダムによって形成された、人造湖は聖湖と命名され、名称三段橋の最上流部でもあることから、県北部の観光地となっている。西中国山地国定公園に指定されている。大田川における電源開発は1935年、滝山川に大クダムが、 1939年には、大田川元川に縦岩ダムとマスタメダムが建設され、大ダムを伴う水力発電の開発が進められた。戦後、大泊ダムは発電能力増強を目的にかさ上げ工事が行われるが、大田川の有力な支流である芝木川にも、発電専用ダムの建設が中国電力株式会社によって進められた。 こうして芝木川西上流部に2957年に完成したのがタルトコダムである。ダムを調整地として利用する芝木川第一発電所は最大出力2 4 0 0 0ットを有する。下流には芝木川ダムと芝木川第二発電所が建設され最大出力6 6 0 0ットの発電を行う。ダム湖は聖湖と呼ばれる。国の特別名称 三段橋の直上流にあたり、三段滝等の名幕が数多く、西中国山地国定公園にも指定されている。三段橋から聖湖にかけては、新緑、紅葉が景色に彩りを添える。湖畔には我流山がそびえるが、山麓には広大なブナ原生林が広がり、自然が多く残され、 広島県営成功キャンプ場も備えられ自然に親しむ空間が形成されている。ダム建設により、タルトコ集落が聖功の固定に沈んだが、このタルトコ集落の山村生活を紹介する、芸北民族博物館がダム棒に建設されている。県内で独自の発達を遂げた農機具や生活用具を約500点展示しており、 固定より移築された英北地方の伝統的建築、注文作り家屋とともに、国の重要有形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。